はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルのショーが、今日は、ゴー,トーさん現るをお送りいたします。よろしくお願いします。あのー、ゴトさんが出たんですよ。これ、すんごいですよね。あのー、ガス点検を装って、ガンスの点検ですとか言いながら、まあ、あの、ゴトさんが4人入ってきたんですよね。で、そのうちのえ2人がモンゴル人。 で国外にすでに逃亡したんじゃないかと言われている。で、4人なんですけど、2人がモンゴル人で、もう1人モンゴル人の方がいたんですが、これすごいですね。あの、後藤さんがやってきて、まあ、縛られそうになって抵抗して、で、そこにいたのが、まあ、あの、被害者の方ですよね。が、中華飯店の人だったんですよ。で、中華飯店の人を気合入ってる人いるので、 いや、冗談じゃないということで、なんかもう、あの、刃物をね、刃物を振り回して、キャベツのようなね、刃物を振り回して、えー、モンゴルの方一人が帰り討ちということで、亡くなりましたね。モンゴルの方計三人、そのうち二人は、まあ、国外にも逃げたんじゃないかと言われています。で、もう一人が、まあ、日本の人ということで、四人。で、えー、男たちは、この四人の人たちは、 ガスの点検業者を装って、ガスの点検ですとか言いながら、ドアを開けさせて、で、中にいた中華飯店の男性40代、そしてあの女性の従業員の方30代、この2人の方を、まあ、刃物で、キャベツのような刃物でね、刃物であの襲ってですね、で、手足を縛ろうとしたんですが、この あの中華判定の男性が気合が入っていて、ふざけんじゃねえっていうことで、まああのまあ、やり返したんですね。ものすごい抵抗して、であのモンゴルの方1人が亡くなったということですね。まあ、これがあの今、難しいですよね。亡くなったということで、まあ、どっちが被害者になるんだっていう話になるんですけども、まあ、もちろんこの中華判定の方が冗談じゃない、押し入って入ってきたあの後藤さん4人がね。 入っってててきたんだだからこれは正当防衛だろうっていういい話をしていますまあ、これ、日本の警察なんでね、まあ、日本のおまわりさんがどう判断するかって、またね、これ、どうなるか、ちょっと日本のおまわりさんの判断最後おかしいんでね、まあ、どうなるかちょっと全くわからない状態で、今、まあ、調査と、まあ、今どうするかっていうのを決めている最中みたいな話ですね。で、あのー、 もう計画的なんですよ。で、計画的なんですけど、現金は100万ちょっとしかなかったんですよね。だから100万円ぐらいのところに、もう4人後藤さんがやってくる時代。それも、まあ、あの、外国の方と外国の方の、まあ、やり合いみたいなね。だこれはあの、これからーミ民がね、あの、ミン民がいっぱい入ってくるじゃないですか。まあ、これはあの、しジ国王が許可してね。 どんどん入れるわけですよ。で、シャムジ国王が、まあ、どんどんそれの大歓迎も、どん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 、あの、なんだったら永住権与えましょうかぐらいの勢いじゃないですか。で、どんどん、あの、それを狙って、ま、いい民が海外からね、入ってくるわけですよ。もう片道切符ですよ。だって、日本に来れば、なんとかなるだろうっていうふうにね、あの、思ってる方多いので、だからまあ、まあ、そんな感じで、あの、来ちゃうんですね。 ところが、まあ、現状ね、日本でずっと暮らしてる方、わかるじゃないですか、だんだん経済的に今、きつくなってきて、いや、そんなに簡単に生活なんか成り立たないよっていうね、実感あると思うんですよ、厳しくなってるじゃないですか、物は値上がりするしねで、いろんなものの支払いだけは増えていくけれども、まあ、収入が増えないような状況が、結構皆さん経験してると思うんですよ。でその中でいや外国から人が来たって あの、やっていけないから、やっぱりこういうね、あの、後藤さんに変身してしまう人多いだろうっていうことになるんですよ。も、ま、う、あ、あの、本当にそうですよね。で、あの、一つ謝っとかなきゃいけないですね。あの、後藤さんすいません。本当にあの、この中で聞いている中で、あの、YouTube をね、今見ていただいている中で、後藤さんがいらっしゃいましたら、あの、申し訳ありません。あの、これは、例えの話なのでね、あの、後藤さん自身をね、 あの、攻めてるわけでもなんでも、あの、後藤さんっていう名前の方をなんか悪く言ってるわけじゃないので、あの、了承していただきたいと思うんですけども、あの、これは、だから今回のような、まあ、あの、ことがね、あの、あんまりいいことじゃないじゃないですか、出来事が、まあ、多発するんじゃないかっていうね、まあ、そういうふうに、まああの、思ってる方多いです。非常に懸念してますよね。まあ、確かに、あの、多くなるに決まってるんですよ。 今回のようなことはね。だってあの外国から来ても食べていけない。雇ってもくれない。え、じゃあ生活していけない。え、どうするのっていうことになって、いや、一丁やるか、みたいなね。まあそういうふうに思う人多いと思いますよ。うん、だから、これからこの後藤さんタイプっていうのはいっぱい出てきます。だから、やたらに玄関開けちゃいけないのと、玄関にやっぱりドアチェーンをつけて開けるってことですね。開けるんだったら。だって、相手が誰かわかんないじゃないですか。 宅急便ですとか言っても、もしかしたら宅急便じゃないかもしれないですよ。ドアチェーン絶対大事です。特にあの女性の一人暮らしの方ね、やたらめったらドア開けちゃいけないですよ。今は。それぐらい危ないですね。うんだ、これはあのー、ちょっと危険度っていうか危なさは、かなりここ3、4年で増してきました。実際、あのすごい警戒しないと、何が起きてもおかしくないような状況。 そういうちょっと危なさ、治安の悪さっていうのは出てきてるってことですね。これ個人個人で気をつけなければいけないんですね。だからこれはあの外国からいろんな方が来れば当然そうなっていくってことですね。まあ、もちろんもう日本にもね、初めからあの危ない方はいるわけですよ。だけど、より多くなってしまうってことですね。あの生活がしていけないんでね、生活していけなければ、要するに何とかして、で今回みたいにで海外に逃げちゃったら、これ捕まえらんないですよ、もう。 だって分かんない。だってこのモンゴルの2人が、まあ、海外に逃げたって言っても、どこに逃げたかも分かんないじゃないですか。中国かもしれないし、まあ、モンゴルかもしれないしね、これ分からないんですよ、全く。で、モンゴルって言っても、あのモンゴルのね、あの草原の方に逃げちゃったら、で、あの、遊牧民みたいな生活またし始めたら、分かんないですよ。そこまで捕まえに行けないでしょ。だからこれは無理ですよ。もう捕まんないと思いますよ。 で、そのうち、まあ、時効になって終わりってことですよね。で、日本にもう二度と来なければ、もう捕まることもないってことですね。だから、こういう事件、多分ね、すっごく多くなると思います。だって、日本で何かやらかしても、こう前例ができちゃったじゃないですか。モンゴルに行って言ってますよ。俺たち、なんかさ、あの、ちょっと、こんなことしたんだけど、楽勝だったぜ、みたいに。あの、帰ってきちゃったら何にもわかんないんだよって言って、本当なんだね、そうなんだね、日本ってなんか甘いね、とか言って、 また違う人たちが来ちゃうわけですよ。その話を聞いて。なんだ、なんかやっても楽勝じゃん。じゃあ、もっと大きなことやるかなとか言いながらね。で、また逃げちゃえばいいんだから、簡単ですよね。本当、そういう人がだから多くなると思いますよ。うんだ、これはね、もっとね、だからあの、海外の外国の方を受け入れるんだったら、もっとちゃんとあの審査しなきゃいけないし、受け入れるときにね。であと、受け入れるときに、やっぱりあの、もっと、その後の、 あの、追跡をしないといけないですよね。本当に。どういう行動をしてるのかね。あの、そこまでプライベートでな把握されるの嫌だって言っても、それ条件なんだから、日本が決めりいいだけの話ですよね。甘いと思いますよ。今の状態をね。甘すぎる。うん。だってあの、実際問題ね、なんか、あの、生活の保護的な感じでね、あの、日本のお金をもらって生活してる人もいるっていう話じゃないですか。だからそれも、 どこまでちょっとね、あの、基準があるのかっていうことで甘すぎるんじゃないかと思いますよ。だって日本の方が困っているのにね、生活に困っている方いると思うんですよ。ね、あの子供を、ちっちゃい子供を抱えて、あの、まあ、シングルマザーの方とかね、大変じゃないですか。だからそういうことを考えたら、もうちょっとちゃんとしないといけないと思いますよね、これはね。うーん、まあ、今回の、まあ、出来事は、まあ、もうなるべくして起きた。 こともっと激しくなる。もっといっぱい、このようなね、同じような、いや、またそれ以上ですね。これ以上の出来事が起きてしまう。ということですね。まあ、これから皆さん、本当気をつけてください。もうやたらめったらね、あの、宅急便ですとかね、あの、ガスの点検ですとか言って、絶対ドア簡単に開けちゃいけないですよ。まずドア越しに開けないで、あのー、どこの営業所から来たんですかって聞かなきゃいけないですよ。で、何々営業所ですって言ったら、 えっと、お名前をって言って名前聞いて、で、もし宅給便だったら誰から来たんですかって、宛先を聞かなきゃいけない。で、心当たりがなければ開けちゃいけないですよね。で、ガスの点検業者がもし嘘であれば、あの、どこの営業所で名前はって聞いて、で、黙って去っていきますね、嘘だったら。この人ちょっとめんどくさそうだなって思って、え、もうなんか電話でなんか連絡しそうだなっていう感じが漂ってるんで、そこで、まあ、逃げますね。 だから、それぐらい警戒してから開けないと。で、開けるのもドアチェーンあってですよ。いきなり開けると、あのガーンと向こう側開けて入ってきますから、も、ま、う、あ、それぐらいでも警戒しないと、もう本当やっていけないですよ。あの、危ないですよ。それは注意しないといけない。これ、どこの家も同じ。どこでも。だから、あの、今まで平和だったからね、ある程度ね。あの、これは習慣を自分で作らないといけないということですね。まあ、皆さん、ちょっとね、あの、自分の身は自分で守る。 この習慣をつけてやっていかないと大きく変わってきましたよ。大きく変わってきてるんですよ。非常に危ないので、まあ、ちょっと、あのね、注意しながら警戒しながら過ごされるといいと思います。ね、頑張りましょうね。応援してますんでね、あの、ちゃんと頑張っていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。